ビッグバンインパクトっていうのやめてください。ダサいですよ。うーわこいつ、富樫先生をバカにしやがったわけ。最低だわ。じゃあもうバンジーガムとかもダサいっていうのか。よーし、ドンキーなんて一瞬の瞬、勝負は一瞬よ。死んでもらってやる。一瞬だよ。はい、失敗。ねえ、レバガチャの天才かお前。レバガチャしか取り柄がない、そういうやつか。やめて。よし、ジャンプない。ジャンプねえけどてめえさ、やめろやそれ。ちょっと早く死んで。ドンキーのさ、気持ち悪いなぁ君。あ、やばい、ちょっと待って、うざいんやけど。お前ちょっとさ、適当に上スマ吹っ飛んちゃうぞてめえ雑魚が。で俺は決まんねえの。それ下手すぎやん。ああ、バカよこいつ、最高の勝ち筋を逃しやがった。おいおいおい、大丈夫かな。ゴリラもできねえよ、じゃあ俺には勝てねえよバカ。はい、ザコ、それはずやめろ。あ、死んだじゃん。一人で生きていけよお前ら。お前だよ一人で生きていくのはクズ。聞いといてその言い方おかしくねえか。おめえこっちのセリフだ。聞いといてよ。そんなのはわかんねえよ。マジでわかんねえ。ヘラ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 しやがって。ムカつくんだよ。マリオってほんとうぜえよな。気持ち悪いマジで。このはいこのさあ、出し、ああうっせえんですよ。
ういうことだ、こういうことだ、こういうことだ。なんで足が負けんの。割れろや。おお、最適化を選んできたな。最適化はこれだよ。なんで。あ、やべ、調子になった。あー、その上すんなら。モンキーの崖下がマジできつい。ドンキーの崖下マジでつれんだけど。ああ、こうなるんだよな。なんで、なんでジャンプ、なんで拳完全に当たってるの今。意味わかんねえんだけど。いや、おかしいおかしい。攻撃上がりの範囲ってさ、マジでバカみたいに狭くない。ぴょんぴょん飛び跳ねる相手のドンキーってマジで弱いんだけど。もうぴょんぴょん飛び跳ねる相手マジで弱いんだけど。ドンキーって空中戦やることねえんだけど。もうムカつく、みんな。もうムカつく俺マジで。もうなんで勝てんの、こんなに。俺こんなに頑張ってうまいのによ。このドンやることねえじゃん、ぴょんぴょんバッタくんにさ。もう対策考える、おめえが考えるわ対策は。オンラインスマッシュ。お、今できてない。は、間違えたわ、ね、頭の中フリーズしてる。あー、もうなんか俺っていつもこうなるから、もうこう嫌になるわけね。でもこれは普通に勝ちたい。ちょっと何のあれもなく、なんかさ、俺だからスマブラ嫌いになるんだろうな、こいつ。もうこの嫌だわ俺。なんで受け身取らんの、このゴリラ。さっきから何回受け身失敗しとん。で、お前負けとったやんけ。ちょっと待って、もう一回受け、これ
ちょっともう一回やらせてくれん、ちょっと頼むわ、もうちょっと。ちょっと待って、ほんと面白くない、なんか負け方も。お前って絶対負けてたよ、なんか。なんか嫌な、俺やりたくなくなってきたっつうのだよ、お前。なんでこれに負けるんやろ、俺。それかわせるんかじゃ。こっち向いて、なんで流星、もうもうちょっと今いらんわ流星マジで。もう流星マジで今いらんのやけど、もうちょっとクソゲーすぎんだこれ。流星のスマブラってマジタチが、タチが悪いのこいつのスマブラ。やめた、流星褒めてやったけど煽った時点でお前スマブラもうやめるわ。しよう流星、普通に戦いたい俺は、お前と普通に戦いたいだけ俺はな。流星真面目にしようや、人をそうやってさ、そういうのじゃない、そういうのじゃない、そうじゃない、俺が求めてる。普通にやったらさ大して強くねえじゃんこいつは。こういうのじゃねえんだよな。
やもう面白くないんだよ。流星さっきのプレイの方が良かったよ。お前は生き生きしてた。さっきの方がこれはなんか義務感がある。義務的にそうやって屈伸したってお前の心は満たされんよ。お前のその寂しい気持ちっていうのは屈伸したって満たされないんだよ。プレイングでなんとかね見せないと、義務的に煽ったってお前の心は何も潤わないし、本当にかわいそうだなって思うだけだからやめときな。プレイで見せろ。